はい、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日は秋田鈴木大館営業所さん、大館店さんですね、にお邪魔しております。今回新しい企画としまして、鈴木試乗車の一気見というのをやってみたいと思います。いつも試乗車並びに展示車、新しい車種モデルなんかに関しては、新しく出たタイミングでお送りしてるんですけれども、今一度、あ、そういえばこんな車あったななんていう車があればなと思って、ご紹介してまいりたいなと思っております。では早速いきましょう。1台目ですね、これはクロスビーでしょうかね。はい、鈴木クロスビー XB って書いてクロスビーっていう写真になります。これは軽自動車じゃなくて乗用車のタイプになります。よくハスラーの大型版と言われるタイプに思われるんですけど、実は全くそんなことはなくて、もう車種自体が違う感じの車になるかなと思います。5人乗りの乗用車になりますけれども、もうパッと見た感じですね、ここの空間もいっぱいありますし、物もいっぱい詰める車になっております。シートの前後、こちらですね、ここのレバーで前後を満たします。ハードタイプになっているので、物積むのもいいのかなと思います。シートを倒しますとこんな感じのフラットになります。今ご紹介しているのがスズキクロスビーという車でございます。グレード構成は3グレード、ハイブリッド MZ、 ハイブリッド MV、 ハイブリッド MX になります。本体価格と月額はご覧の通りです。2列目のドアはスライドドアではないタイプですね。ドアハンドルは通常のここにあるモデルになります。ドアの開き、こんな感じですね。こんな感じのドアの開きになっております。前席を目いっぱい後ろ、それから前後席を目いっぱい前にするとちょっと狭く感じるかもしれないですけど、実際はそんなに狭さも感じないと思います。これは目いっぱい運転席を後ろに下げた状態ですね。ちょうど拳1個くらいの余裕がある感じです。シートバックテーブルもございます。後席に乗った感じの高さですね、拳1個台まだあるので、私の身長が180センチ、座高が1メートルなので参考にしていただきたいなと思います。ハニカム的な、こう蜂の巣的なですね、模様が、ついているファブリックシートになっております。ここになんかルームミラーがあるのは軽自動車ではなかなかないので、やっぱ乗用車だなという感じはしますね。今ご紹介しているのがスズキクロスビーというお車でございます。クロスビーハイブリッド、タイヤのサイズは、よいしょ、タイヤのサイズは175/60/16、 175/60/16 になっております。給油口の開け口は座面下側にありますね。最近は、こっちの方についてたりする車も多いんですけど、この車に関しては、下側についております。内装の質感ご覧いただいておりますけれども、ここら辺のパネル類はまあ、ハスラーとジムニーに似た感じかなと思います。カテゴリー的には SUV のゾーンに入る車かなと思います。
このちっちゃな小窓が意外と意味をなすかもしれませんね。結構クォーター付近の視界で見切れが悪い車があったりするので、そこら辺は改良されてるのかなと思います。エンジンをかけてみましょうね。はい、メーターは普通の発光メーターになってますね。特に違和感は今感じておりません。クルーズコントロールの機能、オートライトの機能、それからオーディオは今試乗車ですのでオーディオレスになっておりますけれども、ここのセンターメーターのコンソールパネルに、オートエアコンの機能、一概ですね、こちらの方が温度の調整、こっちが風の強さの調整になっております。ドリンクホルダーは四角型、風向はこちら側が丸型ですね。小型形ですね。こっち丸型になってます。運転席の方は結構広めの頭上空間になっております。最近ライトがない車が多くなりましたね。ライトに関しては通常級になりますね。ライトっていうかルームバルブですね。安全機能の設定ボタンはこちら、こっちの方にはないですね。はい、という感じのお車ですが、ここにパドルシフトがついているので、まあこういうのが好きな方はいいんじゃないでしょうか。はい、ということでこちらの車、クロスビーというお車でございました。まあいいかもしれないですね。続いてこちらも乗用車ですね。さてこちらの乗用車は、スイスポって言われるスイフトスポーツですね。スイフトスポーツになります。スポーティーなリアバンパーになっていますね。マフラーは2本出しになっております。質感はとてもいいと思います。タイヤのサイズが1954517になってます、ね、クロスビーのハンドル、リア側のハンドル位置こちらでしたけれども、スイフトの方はここになってますね。ベゼル系もここら辺になってますので、まあそうですね、ドアの形状並びに見た目を重視するのであれば、ドアハンドルが上についてるのも、まあ、ありなんじゃないかなと思います。まあここにないとちょっと違和感は最初あったんですけどね、まあ慣れるとこんなもんかなと思います。はい、後ろ側ですけれども、開口部クロスビーに比べるとここの位置が少しちょっと狭めですけれども、逆に、ここは深めになっております。ここが深めになってますね。シートを倒したりするのに関してはやはりクロスビーの方が、まあ、優位性があるんじゃないかなと思います。ここに、トムカバーですね、ついておりますので、シート倒すときはここのレバーを動かしてもらう形になります。
フラットにはならないですね。ここに段差ができます。今ご紹介しているのがスイフトスポーツというお車になります。グレード設定はありません。6速オートマ209,900円、月額が29,920円。この車は4駆がありませんのでご注意ください。4駆がありません、ご注意ください。ドアの開閉に関しましては、こんな感じですね。そんなにカパッと開く感じではないかなと思います。よいしょ。シートの形状はヘッドレストが3つついた5人乗りのタイプになりますね。チャイルドシートが付けやすいロックが付いております。後部座席に乗り込んでみました。こちらはいっぱいいっぱいですね。天井に頭がつくくらいですので、ちょっとギリギリな感じがします。もしかすると後ろ側に乗った時のここの高さはアルトの方がもしかすると高いかもしれないですね。スポーツタイプの車なので後席にそんなにゆったりという感じではないかもしれないですが、もしかするとそれを考えると今次に紹介する車の方が後ろに人を乗せるんだったらいいかもしれないですね。はい、では運転席に乗り込みます。はい、シートはレカロ調になっているのでスポーツタイプのシートになっていて、ここが張り出してます。こう張り出してる感じですね。これに関しては好みがあるのかなと思いますけれど、スポーティーな運転をされるのであれば、全然こういうのもありなんじゃないかなと思います。どうでしょうかね、視界は。特別見えづらいところはないかもしれないんですけど、やっぱり後ろがちょっと見えづらいかもしれないですね。もし安全に見たいという方がいらっしゃるとすれば、バックカメラなどをつけた方がいいかもしれない車です。ただスポーツタイプの車でバックカメラいるっていう人はあんまり多くないので、そこら辺は好みが分かれるんじゃないかなと思います。前側の視界はそんなに気にはならない感じですかね。はい、では、こちらのタイプ6速マニュアルのタイプになります。プッシュボタン式なので、クラッチを踏み込んでエンジンを始動します。お、かっこいい。260キロまでのメーターが出ておりますが、走行速度出しすぎないように気をつける必要があるかもしれないですね。6速マニュアルオートエアコン付き260キロメーターになっております。クルーズコントロールの機能がマニュアルでついてる場合はどうするのか後で調べておきたいと思います。不思議に思いましたので見に来ました。スイフトスポーツ鈴木さんのホームページです。車間距離の確保をサポートするアダプティブクルーズコントロールが、オートマ車の場合全車速追従機能がついていて、マニュアル車の場合は、その機能がついていないことになりますね。ステアリングスイッチのアダプティブクルーズコントロールスイッチを押すと前方との距離を測りながら、一定の速度で走っていくんですけれども、100キロで設定するとそのまま100キロで走ります。前の車が80キロであれば減速します、前の車いなくなれば加速しますという形みたいなんですけど、オートマ車の場合は、自車の速度が、ゼロになっても再発進するんですけど、マニュアル車ですのでおそらく6速のまま、加減速をする形になるものだと思います。ギアのチェンジは
手動ですので6速のまま自社の速度を前方の車と関連で感知しながらやるという形になります。マニュアル車は全車速追従機能がつかないということになりましたので解決ということになります。オーディオスイッチなどありますね。ハンドルの形状がスポーツタイプなだけあってちょっと静音ではないですね。下側はちょっと角度がついている感じのハンドルになります。そうですね、ライトついてないですね。ライトなしになります。これも通常機ですね。LED のランプ、オプションでつけれますので、明るいのご希望の方はいいのかもしれませんね。運転席は気にならないですけど、後ろ側はやっぱりちょっと天井の低さが気になるのかなっていう気はしますけれども、まあスポーツタイプの車ですからありなのかなと思います。オートライトシステム、プッシュ式ドリンクホルダーがここですね、ここですね。こっち側にはないので、もしかすると後付けで付けたい人なんかは出てくるかもしれないですね。6速オートマンのお車でございました。こちらの方がスイフトスポーツになります。よいしょ。まあこれはですね、好みなのかなと思います。正直スイフトスポーツはスポーツタイプの車ですので、まあ、走りが大事、まあ、男の子だったら一度憧れるお車なんじゃないかなと思います。こういうスポーツ系の車ですね。はい、乗用車で、一番売れてると言ってもいいかもしれないですね、スズキ車の中では。はい、次にご紹介しますのがこちらの車です。ソリオ。はい、続いてご紹介いたしますのが、スズキソリオハイブリッドでございます。スズキソリオハイブリッドでございます。スズキソリオハイブリッド、それから、対抗馬としてトヨタルーミー、ここら辺ですねが、どっちがいいんだろうってよく聞かれるんですけど、これも好みかなと思いますけれども、よくできた車かなと思います。スズキソリオハイブリッドでございます。タイヤのサイズは165、65、15になっております。シルバー系のアルミですね。テールランプの形状はリーフ型というかですね、この刃文字、こういう感じの楕円形のちょっと特殊な形になっております。屋根の高さっていきますと、これがクロスビー、そしてこれがスイフトスポーツ、そしてこれがソリオハイブリッドですので、ソリオハイブリッドはやっぱり背丈が高いイメージがありますね。やっぱ電動スライドドアはいいんですよね、便利かなと思います。シートの質感はこんな感じですね。スリムサーキュレーターで空気循環で効いて室内空間を一定に保つ効果がございます。後ろ側は広く荷物が積みやすくできております。シートの前後、シートの背もたれ倒しはこちらの方についております。こちらの方が倒す方ですね。こんな感じのフラットカーになりますね。ほぼフラットなんじゃないかなと思います。シートの前後もワンタッチで可能ですので、荷物の積み下ろしには便利かなと思います。荷物の積み下ろしだけじゃなくて、人の乗り降りに関しても広くできてますので、そこら辺も、まあ、売れてる理由なのかなと思います。
では乗り込んでみましょう。乗り込む際にこういうハンドルがあるのはやっぱり便利だなと思います。これがスリムサーキュレーターですね。ロールサンシェードも当たり前のようについているスライドドアの車になります。広いですね。高さも十分取れます。足元も十分ですね。はい、十分です。シートバックテーブルを上げるとここにドリンクが入れれるようになってますね。後ろの人の USB 充電はこちらですね。後部座席右側に、充電できる仕組みになってます。アクセサリーソケットついておりますね。気になるお値段はハイブリッド MZ 本体248,300円、月額35,800円、 MXG はご覧の通りです。ドアの開閉に関してはこんなところですね。こんな感じでございます。開きすぎずって感じになるかなと思います。給油口のレバーはここですね。シートのリフターがついております。乗り込んでみましょう。はい、広さもう全くもって余裕ですね。余裕です。頭周りなもないですね。フロントガラスもでかいので見切れも前側全然ないですね。後ろ側の方もなさそうですね。後ろ側のガラスがでかいのはやっぱり見やすくていいのかなと思いますよね。見えてます。順調に見えてますね。はい、こちらの車もプッシュボタン式になりますけれども、ここに右ハンドル右下に結構物がまとまってついておりますね。ヘッドアップディスプレイの機能であるとか安全装置の機能、スライドドアのオンオフのボタンがついております。エンジン始動しますね。はい、センターメーターになっているので、ここに走行キロ数見るメーターなどありませんが、センターメーターになっていて、ここにですね、見えないかもしれないですけど、はい、ヘッドアップディスプレイがここにありますので、ここで走行キロ数のチェックなどはできる仕組みになっております。オートエアコン、 USB ソケットはいっぱい、ドリンクホルダーは四角側、こちらのドリンクホルダーも四角側になっております。いや、やっぱライトが最近ないんですよね。そういう仕様になってるのかもしれないですね。はい、ルームミラーはありますがライトがついておりません。お尻が暖かくなるボタンがそれぞれこことここについております。ちょっと見えにくいところなので見つけるまでちょっと時間かかるかもしれないですけど、クルーズコントロールの機能は右側、それからオーディオのスイッチは左側についているタイプになります。ハンドルは正円ですね。スイフトスポーツはここちょっとこうまっすぐなってましたけど、ちょっとまん丸になっております。開きます。ここにで、ここに USB のソケット、あと ETC の取り付け価値はここにあります。ここに物入れるのは大きいのかなと思います。携帯とかどこに入れたらいいんだろうっていうのは結構車によって探したりするんですけど、ここに関しては分かりやすい箇所にあるのかなと思います。ここですね。まあ、この車は全体的に評価点が高い車なんじゃないかなと思うんですよね。乗りやすい車かと思います。ルームにと比較されるんですけれども、まあ売れてる車ですよね。
こちらの車が、今ご紹介しておりますのはスズキソリオハイブリッドでございます。ここまででご紹介いたしましたクロスビースイフトスポーツソリオハイブリッドをご紹介させていただいております。続いて、はい、続いてワゴン R スマイルでございます。ワゴン R スマイルはワゴン R のスライドドアが、ついた車ということで新しく出たモデルになります。ワゴン R スマイルハイブリッド、スライドドアがついた、そんなに大きくなく中間層のグレードの車でございます。人気のワゴン R にスライドドアがついたというモデルになります。こちらもハイブリッドのモデルになりますね。リアシートはワンタッチでスライドになりますし、フラットにもなる仕様になっております。天井がキルト調になっているちょっと可愛らしいモデルになります。テールランプも可愛らしいモデルですね。スライドドアといえば、スペーシア、タント、エゼボックスが、主な人気車種だったんですけども、そこに食い込んできたのがワゴン R スマイルという感じになります。シートもおしゃれそうでございますし、内装も可愛らしい車に仕上がっているのがワゴン R スマイルでございます。グレード構成は3グレードです。ハイブリッド X、ハイブリッド S。ハイブリッド X は171万6000円、月額はご覧の通りです。可愛らしいお車ですよね。ツートンカラーも意外と人気があります。内装はシンプルかなと思うんですけれど、ニュって出てくる型のですね、ヘッドアップディスプレイになります。シートヒーターと USB ソケットがこちらにございます。ドリンクホルダーはこちらの方も四角型ですね。四角型になります。こちらのお車もコンパクトではあるんですけど、視界の見切れもなくて、全体的には運転しやすいワゴン R にスライドドアがついたというベース車になりますから、まあ、いいんじゃないかなと思います。最近スペーシアだけじゃなくてこっちの方も人気が出てきたので、まあ、こういう車もありなんじゃないかなと思います。まあ、内装のパネル類もこだわって作ってる感じもある車ですね。ワゴン R スマイルでございます。それからスペーシアですけれども、スペーシアは比較的、いつもお送りしている車両なので、これは割愛しようかな。おすすめグレードはハイブリッド X です。価格はご覧の通りです。続いて、先日アップさせていただきましたスペーシアカスタムですね。カラーがこれはグレー系になりますので、こういう色合いもかっこいいかなと思います。スペーシアカスタム、おすすめのグレードはハイブリッド XS、 月額はご覧の通りです。それからアルトラパン LC、 これは以前ご紹介させていただきましたので、そちらの動画をご覧ください。ツートンカラーは X しか選べません。価格はご覧の通りです。こっちもお伝えしましょうか。先にアルトは先日お送りいたしました。アルトはお求めやすいご覧の価格になっています。スペーシアベースも、新しいモデルが出た時にご紹介させていただきましたので、そちらの方をご覧ください。スペーシアベースは4ナンバー貨物車になります。4ナンバー貨物車になります。
6年メンテナンスリースでこれは試算をしておりますのでご注意ください。価格はご覧の通りです。はい、ではこちらの方をお送りいたしましょう。はい、この車はハスラーになります。スズキハスラーハイブリッド。こうやって見ると SUV コンパクトな感じはするんですけど、テールランプからいくとかっこかわいらしい要素もある感じの車なんですよね。ハスラーでございます。ハスラーのバック側も、防水系のちょっと硬いシートになっております。シートの前後に関してはレバーがここにはないタイプですが、こっちの方にあります。まあ、こっちの方が動かしやすいかもしれないですよね。天井内張りもオーソドックスな感じになっております。いや、かわいいですね。かわいいと思います。タイヤのサイズが通常の車と違いまして165、60、15、ハスラー専用のタイヤサイズになってますね。いや、かわいいと思いますよね。ハスラーかっこいいよりかわいいと感じてしまいます。どっちかというと。はい、乗ってみましたけれども、足元からちょっと高めの設定になっているので天井までの差はそこまではない感じです。明らかに2列目に乗った感じ、運転席側よりも座高が高い感じがします。運転席がこんな感じで、助手席のシートもこんな感じなのでちょっと高めになっているのかなと思います。ご覧いただけるでしょうかね。こんな感じですね。なので後ろ側に乗った人はちょっと高いところから視点が見えるんじゃないかなと思います。内装はこんな感じ。よく言えば選ぶ楽しみ、悪く言うと難しい。しっかりと相談した方がいいと思います。ハンドル周りの形状はこんな感じですね。ハスラー可愛らしいと思います。ハスラーのグレードと価格はご覧の通りですが、オプションなどいっぱいありますので注意が必要です。はい、ということで、今日は秋田スズキ大館店さんにお邪魔をいたしまして、試乗車一気見というのをご覧いただきました。動画編集の際にですね、グレード、本体価格、月額、リース料なども合わせてご紹介してまいりたいなと思っております。本日ご紹介いたしましたのが、順番にいきましょう。クロスビー、スイフトスポーツ、ソリオン、ワゴン R スマイル、スペーシア、スペーシアカスタム、ラパン、LC、ハスラー、アルト、そしてスペーシアベースというお車をご紹介させていただきました。今回、初めての一気見ということなので、これがですね、2ヶ月に1遍か3ヶ月に1遍高評価であれば進めていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。ということで、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。長くなったかもしれません。コメントをいただければ改良していく所存でございますので、コメントをたくさんいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。では本日もご視聴いただきましてありがとうございました。スーパースーパースーパー